皆さんこんばんは、 MK です。ピクミン4パート93やっていきましょう。今回も前回に引き続きラスボスの再戦と原生生物図鑑の方を読み進めていければと思います。前回は岩ピクミン100匹でなんとかラスボスヤタノワスレイヌ倒すことができたということで、今回はピクミン3のもう一種類羽ピクミンだけでなんとかラスボスの再戦やっていきましょうか。羽ピクミンは全ピクミンの中で一番攻撃力が低いということで結構な長期戦になると思いますけども、なんとか討伐目指して頑張っていきますので、ぜひチャンネル登録と高評価をして応援の方よろしくお願いします。ということで、じゃあ早速いきましょうか。これヤタノワスレイヌってさ、例えば第一形態だったら3回転ばせれば倒せるじゃないですか。これ羽ピクミンだったら確定数変わるかな、4回とか5回になってくるとその分リスクが増えてくるのでやられる可能性が高いんですけども、まあとりあえずやってみましょう。じゃあ羽ピクミン100匹でいきますよ。こんにちは、今日も京都帝祭戦の方よろしくお願いします。空を飛べるけども、あ、やっぱり尻尾に直接くっつけることはできなそうですね。キピクミンもね、高く飛ぶっていう設定はあるんですけども、ここで投げてもくっつかなかったので、まあそれは一緒か。じゃあ岩に激突させて、問題はここで3分の1までダメージ入るかって話なんですよ。はい、15匹投げたら回収していく。これさ、空浮いてるから電気とかもしかして食らわないかな。いくよ。はい、どうだ、3分の、うわ、届くか、微妙、あ、でも届くね。そう、ダメージストップがヤタノワスレイヌってかかってて、この3分の1以上はまあ激辛とか使わないと食らわないんですよね。羽ピクミンでも時間的には間に合うか。うわー、でも今だけかな。これ第二形態とかになってくると確定数がずれてくる可能性はありますが、はい、また15匹投げまして、いやこれさ、あの地上にピクミンが行かないからそこはちょっと安定感ありますね。はい、じゃあまたここで攻撃していきましょう。できればこれオッチンの攻撃とかも入れたいけど届いてないな。はい、あれ待って、1匹いない、あー、いたいたいた、危ないよ。ちょっとできればね100匹キープしたいところではあります。前回岩ピクミンが99匹で倒せたんですよね。これもしかしてさ、最終形態のあのドドロの即死の攻撃あるじゃないですか、あれとか羽ピクミンだったら食らわないのか。いや、さすがにか。そんな浮いてるっつっても食らうは食らうよな。上方向にもモヤモヤが出てるような気はしますしね。で、ここ1回吠えてもらって突っ込む。これ3回でいけるよね。微妙に届かないとかそういうのはやめてほしいんですけども、はい、ちゃんと100匹集めて、攻撃力低いからさ、100匹キープはこれマジで必須になりそうですよ。はい、ここ OK! 3回で倒せた。問題はこっから確定数がずれるかどうかだな。はい、まずは雪玉に当たらないように気をつけていきましょう。 ど真ん中までジャンプしてきまして、いやー、もう羽とか黄色だったらこの、あー、やばいやばいやばい、終わった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 か終わったか終わったか、全員集合全員集合、ちょっとやばいやばいやばい、終わった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 、待って待って待って、はい、こっちも全員集合してオッチンに乗ります。100匹いる、よかったーよく今の攻撃ラッシュで100匹キープできたな。はい、そしたら待って待って待って、回収回収回収、15匹みんな回収して、ここで突進、どう、ちょっと今遅かったか、3分の1まで行ってほしいですけど、いけるもんですね。攻撃力低いっつっても、やっぱダメージストップまでは入るような設計になってるんですかね、任天堂さん。怖い、今のも、うわ待って、ちょっとなんか今日当たるな、気をつけよう今日 MK さんその雪玉当たるわ。15匹ここで投げまして、で回収ちょっと空通るからゆっくりなんだよね。氷のなんか体毛に当たらないように気をつけましょう。でここちゃんとオッチンでも噛みつき攻撃を入れて、いやこれ噛みつきあった方がいいな、確定じゃないと思うんですよ3分の1入るの。だからオッチンの攻撃力も当てにしていきましょう。でここで落ち着け落ち着け、これゆっくりで大丈夫ですよ。ちゃんと反射とかを見てか、あぶねえ今の尻尾の内側入って助かった。そしたらここも、はい、空中にいる子みんな集めて100匹なのを確認してから突っ込んでいく。あれいけるか、これさ電気さ食らわないんだったら相当でかいんだけど、それはさすがにありえないか、電気のさビリビリ食ら、いや食らうよなさすがに。待て待て待て、一旦ここ突進で攻撃だけしといて、壊すは壊した方がいいからな。
待てよ、ここはい、突っ込まれる、突っ込まれたらこれ行っちゃっていいかも。 OK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 、3つ毛玉壊しました。そしたらど真ん中来まして、いやちょっと試したいけど試すのも怖えな。で内側入れば効かない、危ないよ、ちょちょちょ、なんでそっちに飛ばした。 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,1,2,3,4,5 で、はい、回収回収回収、電気の体毛当たらないように気をつけてね。ちゃんと100匹集まってから突進していく。でこれこの根元のところだったらオッチンの攻撃当たりやすい。あ、3分の1マジでいけるんだ。じゃあ羽強いわめちゃくちゃ時間かかると思ったけどそんなことなさそうだな。はい、突っ込んで、毛玉早めに出してもらっていいですか。毛玉出ない、あれ出ないんじゃない。このまま後ろ向いて毛玉出る、あれ出ないんじゃない、出ないでいった今、嘘、ラッキーラッキーラッキー、たまにあるんだよねこのパターン。何なんだろう、毛玉出す時と出さない時あるんですよ。まあ基本的には出すんですけど、そっち側なんかこの丸の範囲外に行った時出さないのかな。ちょっと明確な基準は分かっておりませんが、しっかり100匹で激突していく。いいけ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 、とりあえず3分の1まで減らせれば OK。 ナイスよ。これ電気100匹でいけたらさ、マジで初めての100匹いけるかもよ。待て、ちょ落ち着こう、ちょっと一回落ち着こう、ちょっと一回落ち着こう、ちょっと一回落ち着こうか、ちょっと一回落ち着こう、ちょっとやばい、ちょっとやばいよ、ちょっと一回落ち着こうかやめてやめてやめて、ここジャンプして、待て、え、超えてる、ちょちょちょ、怖い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 、縄跳び怖えんだよ、ちょ縄跳びあんまさせないでくれ。危ない危ない危ないよ、うわーこれや、これやだな、これやだな、待て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 、これできればさ、できればそのビリビリ関係ないとこでやってほしいな。これビリビリ関係ないところで後ろ向いてくんねえかな。ど真ん中ジャンプするよね、ど真ん中ジャンプして、こっちこっち方向、こっち方向来た、そこだったらあんま関係ないかも。いや待てよ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 、いやほらあんまり関係ない、あんまり関係ない。 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 1,2,3,4,5、 いける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 、で回収の時に電気当たらないのでは、来たこれ。で待てよ、電気のビリビリ微妙に来てるの気をつけて、はいここ突進していく、倒しちゃい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 、ナイス、100匹キープ。おほら今さ微妙に当たってたけどなんとかなったもんね。羽ピクミン強いのでは、ヤタの忘れ犬これ羽ピクミンゲーだったのでは。でここ当てといて、あえてそこ早めにね爆発させておくの結構大事なんで、でそこもはい爆発する、でここで全部爆発させてから踏ん張りやってもらう。それ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 やってもらえば後ろ側からで、あと残りのね波紋気をつけなくていいので15匹。待って、普通に MK さんがヤタの忘れ犬戦上手くなってるわ、それがある、シンプルにシンプルにこいつの攻撃パターンを読んでて上手くなってる。待て待て、オッチンやばいやばいことになった、やばいことになった、やばいことになったよ。オッチンにしっかり乗って、危なかった今の、ちょっと一発さ当ててほしいんだこれに。はい、早めに当てて、そう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 、でこれで先に波紋作っといて周りのやつらも巻き込んでいく、でオッケー、いいよやばいよ、縄跳び始まるよ。はい、縄跳びで後ろ側から、いやマジで一発入れとくの大事、これマジで慣れてきてんな羽ピクミンどうこうっていうよりは MK さんが強くなってる、ほい、だってもう次で終わりだよこれ。待て待て待て、あ一発ぐらい噛みついて、オッケー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 、で100匹回収、マジでノーミスよ今、すごくない。はい、ここここ入って、はいナイス、一発目で縄跳び成功で、全部はい波紋出してもらって、落ち着け、縄跳び縄跳びの難易度上がるよ、縄跳びの難易度がほい上がるけどなんとかなる、うまくねえか普通に今 MK さん一番うまいよ、ヤタの忘れ犬戦。大丈夫、あやばいやばいやばい、一回回収一回回収一回回収、危ない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 、オッケー、今ちょっと燃えたやついたね。100匹キープできるだけしたいからね、あの攻撃力低いから、これで、あいオッケー、ラストどうなる、ここだよね問題は。即死食らわないんだったらこれ羽ピク超強いってことになるけど、いやさすがにだよ、あと4分の1減らせるかっていう問題がある。これ5回攻撃になるとかなりきつい、5回攻撃やめてほしいな。はい、ここで即死のやつ出まして、ビーム来るよビーム来るよ、はいビームを避けて15匹しっかり投げていく、 OK ないっすよ、で回収して4回なんすよ、問題は体力半分いってから、
体力半分いくまではねそんなに難しくない。はい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 、オッケー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 、4分の1以上食らわせられました。ふう、落ち着けよ。こっからこっからこっから、まず半分いかないと叫んですら来ないから、叫ばないなら楽勝なんですよ。はい、即死のトラップ出してくる。こっからよね、こっから。はい、ビーム一回移動するっしょ。あー待って、危ねえ危ねえってやめてくれ。はい、でここで 1,2,3,4,5,6,7 ちょ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 、一旦間に合った、間に合ってないね。一旦回収、焦んなくていい、焦んなくていい、まだ叫んでこないから焦んなくていいです。 1,2 ここで、はい、2匹しっかり、オッケー、いいよ。待って、マジで100匹キープできてる、これ。よし、4回で終わらしたい。いけ、カメ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 、オッチンカメ、オッチンカメ、ナイスよ。で問題、こっから叫んでくるから、まずしょっぱな叫ぶから、しょっぱな叫ぶから離れといて、そっからはあのパクパクした後に叫ぶんだよね、それ頭に入れておこう。はい、まず即死トラップ出します、これだよな。で待てよ、叫んだ、この次絶対ビームなのね、この次のビームを見逃すな。こうわー、移動しねえと思ったわ、あ移動すると思ったわ今、移動、あださ、はい、叫ぶで、これ叫んだ後だと絶対ビームだから、ここで思いっきり近づいちゃって、はい 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,9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 8,89,90,91,92,
から羽は大丈夫。オッケー、羽はこれがマジでいい。よし、で叫んだから次ビーム確定で 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,1,2,3,4,5。 待てよ、一回落ち着こうか。大丈夫、羽だったら叫んでも大丈夫。よし、いいよ、乗ってマジでいける。で、こっち、はい、1,2,3,4,5,6,7,7,7,7,7、 OK、 ナイスよ。今んとこマジで100匹キープ、初の100匹キープいけるか。まあ別に縛ってはいねえけどさ、そこはほいほい、せっかくここまで来たんだったらちょっと狙いたいよね。100匹キープ、ほらマジで100匹キープできてんだよ。うわー、あと1回転ばせればいける。はい、叫ぶ。待って、さっきと同じだから集中すればいけるはず。で、叫ばれても最悪いいってことなんだよ、それがでかい。待てよ、次叫ぶ。まだだな。次叫ぶよね。まだなんだ。次叫ぶよね。あと移動する。で、ここ叫ぶと思う。ここまだ叫ばない。近づかないと叫ばないか。待て。その場所が悪いわ。場所が悪いな、君。はい、見つけた。何してくる？叫ぶ？ビームか。ビーム。ちょっと待てよ。それ場所が悪いんだよ。その場所行けないな。待て、またビームだ。でもね、近づいたら叫ぶんだよな、これがな。オッケー、移動した。その場所いいね、その場所いいよ。はい、ビーム、次叫ぶ。1,2,3,4,5、叫ぶ。回収。ほら、やっぱ空中通ってくれるんだよこれで。その場所いいね。で、次ビーム確定だからここで近づいて1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,9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 8,89,90,91,92,
丈夫だから。羽なら叫んでも大丈夫。マジでいける。待て、落ち着け落ち着け。ビーム、あと即死踏むな。オッチンで、オッチンで即死踏んだら終わるぞ。いやでもそこ投げらんねえわ、怖くて。そこ怖くて投げらんねえ。ゆっくりやろゆっくりやろゆっくりやろゆっくりやるゆっくりやるゆっくりやる。ちょ移動してもらう。そこ投げらんないわ。あーそこも、そこも厳しいって。そこ厳しいよ。近づけ近づけ。1234行ったんじゃないの、行ったんじゃないの。はい回収して、ここでラスト。落ち着け落ち着け、大丈夫大丈夫、間に合う間に合う間に合う。ここでなんとか100匹キープ、素晴らしい。初めての100匹キープ討伐、まあ、ノーダメ討伐、ノー犠牲討伐、羽ピクミンでした。いや羽ピクミンはやっぱりさ、逃げ惑ってる時に即死トラップを踏まないってのがでかいわ。あーまあ1回ぐらい達成できたからいいとしましょうか。ということで、はい、100匹ノー犠牲達成することができました。プラス羽ピクミンで、やたの忘れ犬倒すことができましたと。いやーちょっと発見でしたね。まさかの最弱だと思われた羽ピクミンが最強でした。ラスボス戦は残りが氷と光か。
まあ光は最強だと思うけど氷がどうかだよね。まあまあまあそこはまた後で考えていきましょう。ということでじゃあ今回も原生生物図鑑読んでいきましょうか。前回ハリアラシまで読みましたので今回はピキマキからでございます。こいつは初代からいますよね。和名ピキマキミツムシ、科目はミツムシ科、活動時間は昼と。ミツムシ科って今までいたっけか。ミツムシ科、水持ち科はいたけどミツムシ科はいないのでは。そうだよね、こいつは水持ち科ですよね。こいつがホヤモチか、違うな。じゃあミツムシ科は初めてかな。シジミ系も違うしね。透明な体に重そうな卵をぶら下げて巣で待つ子供の元へ運んでいきます。大地のエキスはこの星の生き物を支える大事な大事な栄養源なんですね。君かミツかはご想像にお任せします。ミツじゃないの？まあ卵運んでますけどね。活動時間昼って書いてるけど夜はまあ確かにいねえか。洞窟では見ますけどね。オリマ、風に漂う浮遊生物、死ぬとたちまち体組織が崩れてしまう上にすばしこくなかなか捕まらないので未だ標本が存在しない。なるほど、確かにこいつ倒せはしないもんね。生きたまま持ち帰ることができれば少しは研究が進みそうなものだが、ってことはルーイも捕まえられないのか。卵をストローで吸う、たくさんの栄養を手軽に取れるバランスフード。あ、やっぱり卵のところしか食べれないっぽい。ルーイだったら食い意地で本体捕まえれるかなと思ったんですけど、まあちょっと難しそうですね。はい、次、風船どっくり。こいつも初代からいますね。和名ワモントゲ風船どっくり、科目が豚どっくりか、活動時間は昼夜と。これも豚どっくりかなんだ。まあ風船どっくり、そっか。トゲにロープを引っ掛けて垂らしバスケットを吊り下げたら行ける飛行船の出来上がり。共にゆらゆら空を旅したい、行き先は成り行き任せ風任せです。やだな、上が風船どっくりだとやられた時ピューンってどっか行っちゃうよ。オリマ、体内で発生させた水素で浮き袋を膨らませ浮遊する、電気分解のための生体パルスが帯となって体表面を流れる姿は豚どっくり科の中でも特に美しい。確かにこの白いなんかもやーっていうのがこう言ってるね。これって3とかでも表現あったっけか。初代の段階だったらなかったと思うけど、この白いもやーっていう生体パルス、これっていつからあるんでしょうか。発電しながら爆発の危険がある水素をどうやって体内で安定させているのかはまだ分かっていない。落ち葉や草を息でひっくり返してその下にいる小虫を食べる。空中でのバランスコントロールにヒレだけではなく体側面の鬼門から空気を噴出させ、そよ風程度ならば流されることなく安定した浮遊が可能である。へー、なるほど。体側面の鬼門、口のところ以外からも一応空気は多少出せるんですね。ルイ、皮を開けてスナック感覚でパリパリと。まあ確かにしぼんだらめちゃくちゃちっちゃいからね、風船どっくりは。はい、次、氷風船。こいつは4からでございます。和名モンナシトゲ風雪どっくり、科目が豚どっくりか、活動時間は昼と。冷たい息を吐く子ですが体に触れても凍る心配はありません。涼しい顔して体の横の丸い穴から温かい空気を放出しているのだとか。さりげない優しさですね。え、どういうこと？温かい空気を出してる？え、オリマーでわかるかな。オリマー、呼吸器官の機能、浮力を得る気体の入った浮脳、冷気を貯める氷脳という3つの肺を持つ。へえ。浮力は風船どっくり同様に電気分解によって作り出された水素で得ており、冷気は吹雪豚と同じ圧縮された二酸化炭素である。豚どっくり科の生物は体内の構造や性質の獲得プロセスに共通点が多いのだ。なるほど、なんであったかい空気が出るのかは、まあ、直接は説明されてないって感じかな。ルーイ、ガムのようにくちゃくちゃ噛んでいると口から涼しくなる。まあ確かにゴムだしね、風船だからくちゃくちゃ噛めるか、ちょっと嫌だけどね、MK さんは。はい、次、青毛だたら。こいつ2にいましたよね。和名、三風青毛だたら。科目が豚どっくりか、活動時間は昼と。トンとつつけば、あちらにゆらゆら、こちらにゆらゆら、風船遊びを楽しめます。あんまりつつくとガスを吐いて、どちらに飛んでいくかわかりません。いたずらっ子でお花を散らして、ケタケタ笑うのがチャーミングですね。そう、この風船どっくり系ってさ、2の時はふーって吹かれても枯れなかったんだよね、花が。それがこの青毛だったら、こいつだと
枯れるっていう設定、枯れるっていうかまあ散っちゃうっていう設定があったんですよ。オリマ風船どっくりの禁酒、服液はそれほど強くないが息に落下を促進させるエチレンに似た成分の植物ホルモンが含まれているため吹かれた花はすぐに散ってしまう。息の成分はまだ詳しく分析されていないが解析され化学合成されたオリにはバイオプラントへの様々な用途が期待される。あーなるほど、なんかホコタテ製の科学が若干進みそうですね。こいつをちゃんと調べれば。ルーイ、天日干しにしたのを炙ってちょっとしたおやつに。よくこんなに同じ風船どっくりでもいろんな食べ方できるな。はい次、コマンマン。こいつも初代2か、2にはいたけど、初代いたっけな、2には絶対いたな。和名がおぼこクラゲ、科目がホトクラゲ科、活動時間は昼と。この透明感、浮遊感はどうでしょう。神秘性すら感じられる淡いブルーに思わず見とれてしまいます。ピクミンちゃんを吸い込んでも食べずに優しく包み込む優しい子なんですね。いやでも時間経つと消化されちゃうからそこは気をつけないといけませんよ。オリマ、調査地域の固有種、ここのところ外来種に押され気味で次第にその生息域を狭めている。ていうかオリマ少な、オリマもうちょっといつも長文書くイメージありますけどめちゃくちゃ少ないな。外来種に押され気味なんだ。へー、だから地底にしかいないってことなのかな。ルイ、天日干しにし食べるときに水で戻してサラダなどと一緒に。あーなるほど、本当のクラゲってどういう食べ方するんだっけ。このルイの食べ方で合ってる。ちょっと MK さん、クラゲ食べたことないからわからないんですけども。はい次、オーマンマン。和名が黄泉のホトクラゲ、科目がホトクラゲ科、活動時間は昼と。このあたりはヘイピクミンにもいましたよね。体を伸び縮みさせて餌を吸い込む姿はこの世のものとは思えぬ美しさです。お宝やピクミンちゃんと一緒に吸い込まれ永遠に宙を漂い続けたいところですが、あの世のものになってしまいます。あまあ黄泉の世界だからね。黄泉のホトクラゲ。オリマ、ピンク色の斑紋が特徴の浮遊生物、ごく最近風に乗ってどこからか飛来定着した外来種。あ、こっちが外来種なんだ。頭の発光器官で獲物をおびき寄せ下部の公平より吸い込んで捕食する。触手にはクラゲ特有の刺胞がなく触っても刺される心配はない。なんかさ3に似たようなやついたよね。あの岩ピクミンとか吸い込んでくるさ、ヘイにもいたけど、あのベチャっていうの落としてくる似たようなのいるよな。ルーイ、臭みが気になるので十分に水洗いしてから天日干しにする。そしてさ、さっきからこの書き方で気になってるんだけど、もしかしてコマンマンってさ、ピクミン食べられてもさ、あの消化しない時間で、オーマンマンがピクミン吸い込んだ時に時間で消すだけ。 MK さん勘違いしてんのかな。コマンマンもさ、ピクミン食べられたら一定時間で消えちゃうと思ってたんだけど、そんなことないのか、この書き方だと。ちょっと詳しい方いたら教えてくださいということで。はい次、おたま。まあこいつ初代からいるよ。初代、いやいるよな。和名ダルマイモガエルの妖精、科目がイモガエル科、活動時間は昼と。眺めているだけで時間も疲れも溶けていく。宇宙の果てにある未知の星でこんなにも落ち着けるのは自分がおたまの頃に見たふるさとの水辺を思い出させてくれるからかもしれませんね。なるほど、ちょっと MK さんはあんまりオタマジャクシと仲良くないけどな。オリマ、イモガエルは春先に池や湖に張り出した木々の枝に産卵する。この方が青ピクミンやダンゴナマズなどに捕食される心配が少ないからである。ああなるほど、春先に生態のイモガエルが水辺でよく跳ね回るのは一説に捕食者を水辺に近づけさせないためとも考えられている。なるほど、その説はあってそうですね。ダンゴナマズも食べちゃうんだ、卵を。ルーイ、サンバイズの中に泳がせて踊り食いに。あー美味しそうではあるかもいやでもオタマジャクシはちょっときついな。シラスとかだったら食べれなくもないけど、ちょっとオタマジャクシ生は MK さんは勘弁してほしいな。はい次、イモガエル。和名がダルマイモガエル、科目がイモガエル科、活動時間は昼と。こいつはもうピクミンといえばという敵でございます。芋臭いなんて思わないで、この素朴さがいいんです。おたまちゃんの頃から育て上げればきっと愛着もひとしおですよ。性格はちょっと水臭いですけどね。うまい、
座布団1枚、オリマ目と平行に並んだ3つの斑紋が特徴。オオカ色素の比率が高く、イモガエル科の中でも特に体色が明るい。飛ぶことに特化したため泳ぎはあまりうまくない。主に浅瀬に生息し、自分より小さく動くものであれば何にでも飛びかかり押しつぶそうとする習性を持つ。いやこいつね、そうイモガエルはあんま強くないんだけど、マロガエルがめちゃくちゃ強いのよ。イモガエルって1回のドーンで潰せるピクミンの数に制限があるんですけど、マロガエルが確かないんだよね。2の時はそうだったんだよ。いやどうだったかな、4ではちょっとどうかわかんないけど、ルイ、足以外は水っぽく料理に向かないので捨ててしまっても構わない。あ、そうなんだ、足だけ食べる感じね。そう、このマロガエルが強いんだ。和名マロイモガエル、科目がイモガエル科、活動時間は昼と。おしろいを塗ったかのようなお顔にやんごとなき気品を感じます。まあマロだからね。さらにほっぺたを少しも動かさないままはんなり飛び上がることもできるのです。なんとも奥ゆかしいですね。いやこいつ怖いイメージしかないんだわ。オリマ、地下水脈に流されそのまま洞窟に住み着いてしまったイモガエル。姿が他のイモガエルに比べて平らなのは岩の割れ目などに入りやすくするためなど、洞窟という生活環境に適応してきた結果である。なんかさ、洞窟に住んでたから色素が落ちたみたいな設定あったよね。これ2だったか3だったかで語られていたと思いますけども、ルイ、臭みが少なく身も締まっているのでお刺身がいける。あーそうなんだ、イモガエルとは全然違うんですね。はい次、冷やし芋、そんな呼び方なんだ。和名がボタ雪イモガエル、科目はイモガエル科、活動時間は昼と。こいつはもちろん4からの敵でございます。ツルツルのっぺりすっきりした顔立ちがとってもクールなカエルちゃん。でも飛び上がって着地すると思わず霊気をお漏らししちゃうんです。お茶目でクール、欲張りさんですね。あんまりこいつ記憶ねえな、どこにいた。正直こいつ覚えてないんだけど、オリマ、大きく飛び上がって獲物を押しつぶす際、硝酸アンモニウムと尿素、水を含んだ混合液を体外へ放出し、吸熱反応による急激な冷却で凍らせてより確実なものにしている。獲物は潰して腹から吸収するが、食べずに微凍結状態のまま保存することもできるため、餌が少ない環境にも容易に適応している。なるほど、こいつ洞窟にいたのか。だとしたら頭いいね。微凍結状態で保存して、まあお腹が空いたら食べると。へえ、まあ凍らせるのはただただ、意味がない感じではないんですね。ちゃんと餌を保存するために凍らせていると。ルーイ、目の周りをくり抜き、醤油で煮込む。トロットロのコラーゲンたっぷり。ちょっとやだな、目くり抜くの。まあでも魚でもくり抜くか。はい、じゃあ次、ヌシガエル、こいつは4からですね。和名ダルマイモガエルの長寿個体、科目がイモガエル科、活動時間は昼と。プルンプルンのお肌は正義です。究極の持ち肌、いやイモ肌と言うべき。すべすべツルツルの肌触り、眺めているだけで私のお肌の調子もみずみずしくなってきそうですね。そうかな。まあただただでかいやつですね。オリマ、イモガエルなどの仲間は成体になった後、通常繁殖を機に急激に成長が落ち込む。しかし天敵などがいない安全な環境下では繁殖活動をすることなく成長を続けて巨大な姿になってしまう個体も存在する。そう、これ結構4で書かれてる説明ですよね。イモガエルはもともとテロメラーゼという酵素が活発で、体内の細胞の老化を防いでおり、条件が合えば50歳を超えることも珍しくない。え、すご、50歳超えんの、カエルでしょ、やば。ルーイ、大量の塩で水抜きすれば食べられるが、目玉と足だけをいただく方がいい。あ、やっぱそうなんだ、長寿個体とはいえ身が締まってるわけじゃないんですね。ということで、まだまだ読みたいところでもありますけど、まあ一旦今回はこれぐらいで終わっておきましょう。じゃあ次回からピクミン4のピクミンたちですね。まずは氷ピクミンでヤタの忘れ犬倒していければと思いますので、ぜひチャンネル登録と高評価をして次の動画をお待ちください。ということで今回の実況はここまでです。チャンネル登録がまだの方、ぜひぜひお願いします。また次の動画でお会いしましょう。さようなら。